もう泣きそうなんだけど、もうこんな開始まだ1分も経たないうち泣きそうなんだけど、そのカップリングユニットの投票でファンの人が決めるイベントがあったんですけど、あったんですけど、あったんですけど、すごく皆さんと一緒にね1位を目指して頑張ったんですけど、まだまだ私の力不足で結果は7位で入れたことは本当に皆さんと一緒に頑張ったイベントだからすごい嬉しいことなので、もう入れたこと自体がすごく嬉しいんですけど、でもみんなと一位になりたいと思って頑張ったイベントだったから、すごくすごく悔しいです。すごく悔しいです。でも投票してくださった皆さん、応援してくださって皆さんにはすごい本当に感謝の気持ちでいっぱいで、みんなみんなと頑張れた1ヶ月間は本当に一生の宝物です。はい、本当に本当に応援してくださった皆さん、ありがとうございます。涙が止まらない、やだ、1ヶ月間いろんなことをしてきたんですけど、それでもやっぱりまだ自分の努力がまだまだ足りてなかったなっていうのをすごい思って、もっとこれからもいっぱい頑張ってみんなと一緒に、いつかはね、あとこういうイベントがあったら一応取れるようにこれからも頑張っていきたいと思います。まだまだのこんな日なんですけれど、これからも応援をよろしくお願いいたします。本当にずっと皆さんは
外したいところでもすごい応援してるよっていうのをすごい伝えてくださって、すごいそれもすごい頑張れたので、みんなとまた一致団結できたイベントでもあるので、これからもたくさん応援してるよっていう言葉があると頑張れるので、いっぱい応援してるよってこれからも言ってくださいそれはひなのわがままなんですけど、はい応援する、ありがとう、ありがとう、頑張るので応援してほしい。ありがとう、いっぱい応援してるよって言ってくれて頑張れる、うん、いやもう応援してるよって言ってくれるみんなのことをいっぱい辛いことがあると思うけど応援しております大好きです、みんなのことが、みんなのことが本当にとってもとっても大好きです、はあ、みなは STU に入る前は自分のことも嫌いだったし、みんなもひななんてそんな好きだとか思ってないし、この世にはひななんていらないと思ってたんですけれども、STU に入ってからはみんながたくさんひなのことを応援してくれて、ひながここにいていいんだなっていうことをたくさんを証明してくれるので、これからもそんなひなのことをこう自信を持たせてくれたみんなと出会わせてくれたシティホーテイズンともっと盛り上げていけるように、カッペリングユニットは頑張っていきたいので、たくさんちょっとうちのいいところもね、本当に皆さんに知ってもらえるように頑張るし、皆のことを救ってくれたりしてFORTEIGHTっていうねグループもたくさんの人に知ってもらえるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。泣きながら言ってるかな、なんて言ってるか分かんないかもしれない分かった、今ちょっとやり直したいぐらいなんか全然伝わってないかもしれない
のはそう思っておりますので、あ、よかった、伝わっててごめんね、こんな泣いててごめんね、言葉を見てたら涙が止まらない好きが溢れるよ、好きだよ本当に、この大好きなみんなとね、これからも一緒にね頑張っていけるのでね、私はね頑張りますよ、うん、大丈夫ですよ、はぁ疲れちゃった、一回落ち着きたいよね、すごいもう近いじゃん、ごめんね、みんなともっと笑顔で終わる約束してたの、いつも笑顔で終わらないことが多くてごめんね、ピエンしててごめんね頑張るね、笑顔でいられるようにいっぱい頑張るね、なんでこんなにもう涙が出るんだろうね、もう大変だよ、滝の涙が流れ、妹先生祭りを聞いた時のひらちゃんの反応、そう本当にあの時はもう本当にもうびっくりしすぎて、すごいあの時泣いちゃってそう、すごいめちゃめちゃに嬉しい涙を流したんですけど、あの時はそう早くみんなに伝えたいってずっと思ってたけど、でもなんか会えること自体は本当に泣いて喜ぶぐらい嬉しいっていうのは本当にみんなに伝わってほしいなと思う、今こんなにも泣いてるけどこんなにも悔しくて泣いてるけども、もう会えたこと自体はあのドキリの同じように本当嬉しくて涙出るぐらい嬉しい、本当にありがとうって感じ、うん、そう本当にそう、その気持ちをもうみんなに、うん、すごい喉がめっちゃ枯れてるの、なんかすごい泣いてるから喉ガラガラしてる、コメント欄のみんなが優しくて涙が出るそう本当にありがとう、よく頑張ったねって、みんなも本当にいっぱい頑張った、ありがとう、よく頑張ったみんなもみんなもよく頑張った、ありがとう、お
疲れ会するか。投票してくれたみんなで焼肉を食べる会したいな。お疲れ会しようよ、みんなで。おごるから。岩田がおごるからって言って。本当にそんな感じ。ごめんな、本当に。でもさっきの本当になんかひなのすごいコメント欄本当にあったかいなっていうのもいつも思ってるけど、そうさっきのひながすごい応援してって言ってほしいっていうの、みんながすごい応援するよって言ってくれるのもすごいあったかいなと思って、なんか大好き大好きって言った時はみんなも大好き大好きって言ってくれるのも本当にありがたい。みんなが本当にありがとうって感じ。目ばし真っ黒になってない。出国、はい、出国ね、大変だったけど楽しかったって思えるのでね、その1ヶ月間は。もっと上に上がれるように頑張ろうね、一緒にみんなで。長時間配信もね。最近はすごいレッスンがいっぱいあって配信ができにくい状況なんですけれども、そうね、ちょっと11月ん違う11月に向けてのちょっとレッスンがね本当に今大変で、そうあんまり長々と配信することできないんですけれども、まあ、11月のことが終わって、まあ、ちょっとだけ落ち着いた時とかにまたね、たくさん配信する企画もやりたいなと思っておりますので、そう犬がすごい15時間配信楽しかったって言ってくれたので、その1ヶ月間の中でやってたね企画とかをまたいろいろ考えてやろうと思うので、これからも皆さんねすごい応援してて楽しいなってすごい思ってもらえるような活動をたくさん届けていこうと思うので、これからもねいろいろたくさん楽しい思い出も悔しい思い出もねなるべくないようにするけど、そう一緒にこう共有し合っていけたらいいなと思っております。はい、もうすでに応援してて楽しい、そう思ってくれて嬉しい、ありがとう。そういろいろみんなとね頑張っていこうね、これからも。
自慢のおしめだなんて。ひなの方が自慢の。ひなの自慢はファンです。すごいクールダウンタイムがねちょっと今あるけど投げすぎちゃってクールダウンタイムになっちゃった今何分なんだろう。すごいなんか短い間にすごく喋っためっちゃ泣きながら思いを語ったのなんかいや何分だ42分なんだ。もうそんなに経ってるんだね。体感3分、はあ、東京で、そう東京でねライブもできるので、そうもし関東の方のねお住みの方はぜひぜひ足を運んで見に来てください。はい、お待ちしております。そう、はい、待ってる、ありがとう。東京なのかな、東京とか関東なのかな、待ってるみんなのこと。今日も岸壁ライブでいっぱいみんなのこと見てちょっとそう安心したそうちゃんとりのやつだったけど、みんながいるとライブでみんなが見てくれてるととても安心するし、好きだなって思うのでありがとう。今日もありがとうね、来てくれた皆さん。涙がすごい、目が真っ赤だね。にめっちゃ涙が落ちてるんだけど、どういうこと？今日こんなパーカーなのは岸壁ライブがあったからなので、そう、拾いたいパーカーが拾ってくれてたじゃあびっくりしちゃったよ、反転模様が。そう、たくさんハッシュタグひなちゃんと瀬戸内を全国にでねいっぱいツイートしてくださったね。ほんと皆さん本当にありがとうございましたね。うん、そうだな、普段送ってるメールにまたねちょっと文とか送るし、明日には送るし、そうだからぜひとも皆さんの言葉もハッシュタグひなリプかハッシュタグひなちゃんと瀬戸内を全国にやってくれたら見るし、ハッシュタグ岩田ひなでも見るのでそう見るので、そうみんなの言葉があったらちょっと嬉しいな嬉しいな嬉しくお願いします。ぜひ、よし。
今日はね結構突然始めたけん、みんな最初からなんかこの人は投げ出してどうしたんだと思うかもしれないんですけれどもそう、初見の皆さんはどうしたんだと思ってるかもしれないんですけど、申し訳ないんですけれどもね、そう、ひなの思いは届きましたか、皆さん伝わりましたか。めっちゃ泣きながら喋ったけど伝わってるかわからないんやけど、伝わった。そう、あ、途中から来た方たちはまたね、ひながメールとかで送るのでぜひぜひ見てください。そう、直接なんか自分の声で届けたいなと思って、そう、もう帰ってすぐショールーム始めたけん、そう、あまりこう気持ちを落ち着かせてショールームできてないけん、すごい泣きながらになっちゃったけど、そう、そうね、みんなに届いたならよかったでございます。今日の配信途中から見た方はぜひぜひメールでね送るのでね、そう、ちょっと明日まで待っててください。そう、本当にありがとうね。声が聞けて嬉しかった、ありがとう。今はみんなの言葉をこうリアルタイムでもらってとっても嬉しい、ありがとうね。うん、いろんな景色を見に行こうね。こんなコロナとかが流行ってて動きづらいしやりづらいような生活ばっかりだけど、今はどんないろんな手順で皆さんにたくさんこれからも楽しいと思えるようなこととか届けていきたいなと思います。うん、はい。本当に岩田ひなに投票してくださった皆さんありがとうございました。頑張ります、カッペングユニット頑張りますので見ていてください、これからも。そう、やっぱりね、どんなに自分が頑張ったと思ってもね、報われないことはね、いっぱいあるけど、諦めずにね、みんなと一緒に頑張ろうと思います。うん、ふうってなっちゃって、ふうってなっちゃった、ごめんね。
い辛いけどね、残酷だよね本当に。残酷残酷。悔しいけど、悔しいって思っているメンバーはいっぱいいるからさ、すごいもうやっぱ残酷な世界なんだなっていうのをすごい改めて思うね。って思うけど、もうってないけど、でもね、そう、日のだけじゃないからね。メソメソ STU になってはならぬので、みんなで頑張っていきます。はい、バレてるからね、頑張るよ。すごいね、なんでこんな声が変なんだろうね。そうだね、そろそろ時間かな。今何分なんだろう。時持ってきて、あ、時持ってきてた。ティッシュの裏側にいたわ。あ、53分になったのでね、順位を読んで締めをしたいと思います。13位、つーさんありがとう。つーさんのことが好きなぞー、ありがとう。12位、ゆうじいさんありがとう。これからもみんなと応援するよ。なで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 ありがとう、頑張るよ、応援されてるから頑張れるよ。11位、ぽゆうさん、これからもずっと応援してます。うーん、嬉しい、みんなが応援してっていうの言うてってたから、すごい応援してるよって言ってくれて嬉しい、ありがとう。10位、愛媛の雄大さん、なちゃん大好きなさ、ずっと応援するよって、マリーナ本当にめっちゃ応援するよってありがとう、頑張れるよ本当に。すごい今いっぱい元気笑ってる、ありがとう。9位ホテルタンの坂道グループイコール機械さん、嬉しい、でもピオが大好き、嬉しい、そう思ってくれて、今も本当にみんなのことがすごく大好き、好きです、ありがとう。次、8位、スライムさん、俺の中でいつもひなちゃんが1位です、お疲れ様でした、ありがとう。みんなの中での一番好きな人になれてたのはとても嬉しい、それは本当に嬉しい、ありがとう。あれ変わってる、もう一回読むね。13位ツーさんで、12位ひみの雄大さんで、11位おてえとさんで、10位スライムさんで、あ、9位か、9位さむきさん、君がいるから頑張れる、どうしてもひなが好き、ありがとう。ひなも応援してくれる皆さんがいたので本当に頑張れます、ありがとう、感謝。続いて8位リオさん、リオさんのことが好きなそう、おめでとう。7位トノさん、よく頑張りました、一緒に頑張ろう、ずっと応援してるよ、ありがとう褒めてくれてありがとう、これからも頑張るからね、応援するって言葉にすごい励まされながら頑張るね、ありがとう。6位ひらたくさん、大好き、自分なんかでよければこれからも応援するって、
自分なんかじゃないよ本当に。応援するっていう言葉をくれる人一人一人がもうひなにとってはもう宝みたいなそう本当に大事って感じなので、そんなこと言わないで。ザッキーさん、夢がある限り前に進む、そして今日はありがとうって。こちらこそ夢に向かってこれからも頑張ろうね。今日もね、完璧ライブありがとうね。そして良いおばちゃん、おばちゃんのことが好きなそう、おめでとう。サインハンシさん、お疲れ様です、これからも応援してます、ありがとうございます。ハンシさんもありがとうね、頑張ってくれてお疲れ様です。皆さんもそう、応援してるという言葉を聞いたので頑張ります次にポーさん、あとはこれからも一緒に頑張っていきましょう、頑張りますそう、一緒にね頑張っていけるっていうのが幸せなので、ひなは一緒だよ絶対続いて1位はトゥルルルパン、山ちゃんです。とマークザキさん、これからも全力で支えるよ、大好きだぞって、ありがとうございます。いっぱいみんなのその支えてもらっております、本当にひなはありがとうね。ひなもみんなのことをちょっとでも元気づけれるようにいっぱいいろいろそう、これからも活動頑張っていくので見ていてくださいということで、今日は皆さん本当にねありがとうございました。カップリングユニット7位に選ばれたので、これからもいろいろなね活動頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。そう、みんなといっぱい頑張ったのですごく悔しいんですけれども、これからもねもっともっと頑張ろうってすごい思ったので、頑張るのでずっと応援しててくださいはい、そう、いっぱい投票してくれて本当にありがとうございました。今回投票数はね出てないけれども、そう、きっとたくさんの方が投票してくれたと思うのでね、いっぱい投票を本当にありがとうございます。伝えするっていうみんなの言葉が本当に頑張れます、ありがとう。みんなのことがこれからもずっと永遠に大好きです、大好きなので大好きでいてくださいでは本当にありがとうございました。今日も一日おつぴよー、また会いましょう、ありがとう、本当にありがとう、ラブ、ありがとう、またね。